あやつ奥襟対策3種やります。相手が奥襟を取りに来た時に取られる前にさばきます。この奥襟が来た時に一歩ずれます。相手はこの手をこのまま取りに来るので、ここから一歩ずれる感じ。この一歩ずれながら自分の引き手で相手の手首あたりを回すように取ります。一歩動く動作とこの回転する動作一緒にやります。で、腕を回すときはなるべく相手の腕の手首の周り、相手の肩から遠ければ遠いほど弱くなっているので、力が手首あたりで回すようにします。なぜこっちに一歩ずれるかというと、このままここでやってしまうと相手が来たの全部力を受けてしまうので回せなくなります。自分に全部相手の力がかぶってきます。なので相手の腕の通り道から自分がよく手を上げて回してキャッチします。自分本当だったら自分の引き手を持つ方の手で先に逆側の襟を持ちに行きます。で、相手が奥襟を取ろうとしてるんですけど、肘をちょっと曲げて距離を遠くします。ただこれついてるだけだと普通に持たれてしまうので、ちょっと肘をこう丸めて距離を取って届かないようにして、残っている釣り手の方で上か下どっちもいいんですけど、上から持ってこれで落とします。最初に取りに行く。で、こういう両手をうまく使ってこの奥襟を取られないようにします。持ち帰るときなんですけど、こう丸めといてこのままの位置で持ち帰るんじゃなくて、一歩後ろに下がって持ち帰った方がいいです。っていうのも、こうして離した瞬間に相手が近づいてきて距離を詰められるので、もうしっかりと止めておいて持って離れてから、相手が奥襟を持てない状況の距離を作ってから腕を絞ります。ここで持って待ってるだけじゃなくて、ちょっとこう押してあげて相手が来るので、前に来てる相手に対して
これを離しちゃうと近づいてくるので、しっかり後ろに下がった圧をしっかり前にかけておいて、ここから後ろ、っていうことがポイントかなと思います。まず自分の右手、引き手で相手の襟を持ちます。そして相手が奥襟を持ちに来ようとするんですけど、届かなくて取れないようになってます。で、相手が取れないところで自分の逆手で相手の袖を持ちに行きながら引き手に持ち替えています。相手はこれによって奥襟が持てないので不利な状態になって下がって、結果的には場外に出るというような形になりました。実践的なので先ほどの綺麗な形とは違うんですけど、こういった使い方ができます。相手が前に取りに来た時に自分も前に出て、この腕を止める、先に自分のいる場所で止めるんじゃなくて一歩前に出てから止める、で止めてからしっかりこの引き手を落とします。引き手の方でなるべく肘よりも手前側で、釣り手の方は相手の二の腕あたりを一歩踏み込んでしっかりと止めます。で、止めてからこの引き手をしっかりと持ち直して落とす。奥襟を持たれるときって怖いので、こう下がってしまったりとか、ここで対処しようとする。そうすると相手の力が強くて抑えきれなくなってしまうので、1個目も2個目も3個目も全部とにかく前に出たり、こう待たない、相手の奥襟を持ってくるのに対して待って対処するんじゃなくて、ここ出たり横に動いたり、前に出てしっかり止める、でようにするといいと思います。こうやって止めろって教えるけど、いつも疑問、さっきの相四つのこれと一緒で、これいい